こんにちは、チェルミFCのリョウです。瀬戸です。お願いします。お願いします。今日はフラム戦のおさらいをしていきたいと思います。瀬戸君的にどうでした、はい、フラム戦、まあ、内容は置いといて、とりあえず勝ち点3を取れたことが良かったんじゃないかなと思いますね。おお、真面目。4試合ぶりそうだ、4試合ぶりだねいやでもマウントがね、マジで偉大すぎて、もうユース組がめっちゃ頑張ってましたね。いやその通りよ。まあそれは後で話すとして、まあ、今回の試合を振り返って良、かった点と悪かった点を、まあ、話していきたいと思います。それでは行きましょう。チェルシーのスタメンは、こちらでした。ちなみに、スタメン予想ほぼほぼ全員違う半分ぐらい当たらんかったわ。まさかリュディガーが出ると思わんもん、ね、いやそれな、なんでリュディガーだったんだろう。びっくりした。まあ、リュディガーズマだったらわかるけどね、なんでチアゴシューバーとリュディガーだったのかな。初の組み合わせ、うん、初かも、初だ、プレミアリーグだったら初だと思う、確か。でもハマーツ出なかったな、結局出なかった、ね、試合にも出なかったし。ということで、次回もですね、レスター戦のスタメン予想していきたいと思いますので、また次回もお楽しみにしてください。試合を振り返っていくんですけども、まあ前半はマウントがポストに当てたのがあったんですけども、まあ、点は奪いませんでしたね。で、まあ、そして前半終了間際にまさかのレッドカード一発退場っていう、いやもうあれがなかったら、ね、いやもうあれがなかったらどうなってたかマジでわからん。アスピリクエタは敵選手に嫌われてましたからね。ああめっちゃ削られてたな。そうで、まあ後半は、メンバー変えずにスタートして、65分にジョルジーニョに変えてエイブラハムで、75分にジルー・シエシュに変えてオドイ・ベルナを投入したって形で、でその3分後にこぼれ球に反応したマウントが、まあ、ボレーで先制点を取った形だったんですけども、その後にベルナーが、まあ、1対1決定機ありましたけど外して、そのまま 1-0 で試合終了って感じでしたね。どうでした。遅くないランパード。いや遅い、交代遅いね。まあめっちゃ遅い、それはまた後で話します。続いて試合スタッツ見ていくんですけども、ポゼッションはまあ 70%、 これは相手が1人少ないってのもあったと思うんですけど、でもシュート21本打ってるんですよね。シュート21本打ってるのに枠内シュート、あ6、枠内シュート6で、枠外シュートが7、ブロックされたシュートが8、ブロックされすぎだったんで、ほんとシエシュのシュートとかもほぼブロックされてたし、でまあチャンスメイクも18本作ってるのにビッグチャンスは2しかないっていう、いや本当にね形が悪い、チャンスの形が。そうやね、うん、でもパスも、667本回してるんですよ、相手238本に対して。意味のないパスが多いってことよね。そうそうそう、8割ぐらい意味なかったと思う。そういうことよ、本当に。コーナーも12本取ったけど、まあ、1点も入らないってことで。でもコーナーはね、ズマがいないと希望がない、本当に。でもこのオフサイド3ってのも裏抜けが少ないってのが分かるよね。リバプール戦のラッシュフォードは1人で7回ぐらいオフサイド取ってたから。前半4、5回あったもんね、前半だけでも。そうそう、そのスルーパスがまず少ないっていうのもこれで分かるし、でまあもうパスとかタッチ数とかロングボール数、クロス数はもう全てチェルシーが圧倒してるんですよね。なのにかかわらずこのデュエル勝利数ですよ、ほとんどフラムが勝ってるっていう。やっぱこっから見てもね、ちょっときついよな、攻撃パターンが ないね、パターンが。いやなさすぎると思う。だってドリブル成功率も相手の方が多いんだよ、やばくない。適当にクロス上げればいいやみたいな、そう攻撃しかないイメージ。そうっていう感じで、まあ、インターセプトも18本されてるし、まあ、デュエルも62負けてるんだよな。で、まあ、キーパーのセーブ数は5ってことなんですけど、まあアレオラにも止められましたね。いやうまかった、確かにうまかった。アレオラはフラムにいる選手じゃないよいやアレオラはね毎試合安定してるんだよ。プレミアのキーパーほんとすごいからな。ケパとかね、まあケパとかねまあ、メンディの飛び出しとかね、でもいじりな、めちゃくちゃうまい。で、まあ、ということで、良かった点と悪かった点振り返っていきたいと思います。まあ、ちょっと言ったんだけどね、まあ、良かった点の一つ目はもうなんて言ってもマウントが神、マウント様々ですよ。でも今のチェルシー本当マウントがいないと終わってるから。そうやね、ずっと出てるもんね。いやもうずっと出てるよ、怪我が怖い、出すぎ。いや本当に怪我しないところもすごいけど。ではプレーでは、まあ、下がった位置ゲームメイクもしますし、まあ、攻撃のスイッチ入れるパスもくさび出せますし、まあ、得点したシーンもそうですけど、まあ、ゴール前まで入っていくこともできて、で守備もちゃんとして、リーグ戦ほぼほぼカップ戦も休みなしってところで、いやーどんだけすごい選手なんだよと。まだ22歳ですよ、それがすごい本当に。いやーマウントが本当に噛みすぎて、うわマウントってなるもんなるよ、なるなる。あともう少しロングシュートとミドルシュートを打っていけたらね、それができたらもうランパード。
ランパードを超えるかもしれん。いや、本当に守備力といい。あんまり俺らランパードのプレーあんま見てないけどね。そうそう、あんま知らん。あのハイライトぐらいしか見てないから。そう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 、まあ、それほどにマウントはすごいなっていう印象ですね。で、まあ、良かった点2つ目は、まあ、ランパードの采配がね、やっと2トップしたってところで、まあ、今までずっと 4-3-3 で戦ってきたんですけども、65分にジョルジーニョに変えてエブラハム出して、まあ、ジルと2トップで、まあ、4-4-2 みたいな形だったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、相手が1人少なくなったから攻撃に枚数増やしたっていうのもあると思うんですけど、まあ、今までエイブラハムがウィングとかで出たので、まあ、2トップの方がいいよなってところで、まあ、これでエイブラハム、ジル、ベレナーのうち、まあ、2人が、試合で共存できる形も、まあ、見られるんじゃないかなってところで、まあ、その方がベルナーも、まあ、やりやすいかもしれないですし、次回はジルーとベルナーの2トップも見てみたいですね。で、まあ、3つ目なんですけど、やっぱり、まあ、勝利したことですよ、まあ、瀬戸くんも最初言ってくれたんですけど、それ、まあ、なんといっても勝ったのが一番の好材料ですよ。もう本当に、まあ、前半なかなか決められず、まあ、後半だって1人相手少ないにもかかわらずに、まあ、なかなか決めきれないと、まあ、これもしかしたらまた引き分けとかなんか1点なんかで決められて負けるんじゃないかみたいな、ちょっと頭よぎってしまったんですけども、よぎるね。ソカーマウントが決めてくれて、まあ、勝ったんで、まあ、これが次につながる、まあ、一番の良かったポイントなんじゃないかなって思いますね。4試合ぶりの勝利ってことも、次につながるシュートではなかったけどね、得点、まあ、それはそうだね、シーンではなかったけどね。次も攻撃ちょっと苦戦するんだろうなっていうのはあるけど、まあ、負けていくよりはメンタル的なところもね全然いいんで、そうやね、うん、まあ、連勝していきたいところですね。まあ、難敵レスターですけどもね、ちょっと厳しいだろうな。相当強いからな、レスター。今チェルシーのディフェンス全員ぶっちぎられそうだけど。いや、マジでそれはあるよ。バーディー、バーンズ、そこら辺にもうね、ぶち切られて終わる可能性めっちゃあるからな。怖いね、それが。いや、怖い怖い。で、なんといっても、フラムの5倍ぐらい硬いからな。どうやって崩すって感じよ。本当に。でかいし、硬いし。いやー、厳しいだろうな。で、3倍ぐらい速いしね。いや、間違いないね。続いて、悪かった点いきたいと思いますね。ちょっと長くなるかもしれないですね。悪かった点一つ目は、まあ、1人少ない相手でもなかなか点を奪えない。やっぱここですよね。まあ、ゴールシーン含めて、まあ、崩していい形でフィニッシュするっていうのがもう、ない。ほぼない。ない。ジルが1対1右足で外したシーンくらいだったと思うんですよね。あの、オフサイドのやつでしょ。ああ、そっか、オフサイドだったか、あれも。そうそう。いや、本当に、流動性がなくて、まあ、何点かポイントあるんですけど、一つが流動性がないんですよ。もう同じポジションでプレーしてる選手が多すぎて、多分理由はね、攻撃の時の明確な約束事がね、ないんだと思うんだよね、ランパードが、攻撃に対して。ランパードはポゼッションを目指しようかね。わからない。本当にわからない。どういうサッカーがしたいのか。決め事があった方が強いのよ。スパーズとか、レスターとか、今ユナイテッドとか。そうだね。みんな前に走って同じ共通のところに意識が集まるから、チェルシーはそれがないから、なんかね、探りすぎ。まあ、リバプールとユナイテッドの試合見てて思ったんですけども、やっぱいろんな選手がね、まあ、いろんなところに動いて、その空いたスペースに違う選手が入っていくのがすごい多くて、まあ、ロバートソンが上がったところにフィルミーノ落ちてきたりとか、全然流動性が違うんだよな。だってリバプール、あのサイドバック位置変わっとったよ途中。お、変わってたの、逆になってたな。うん、あれぐらいしてほしい、チェルシーも。あれ、なんでメンディーワントップにおるみたいな、そんぐらいあってほしいわ。あそれはもう狂気や。チェルシーそれがないから、まあ、結局、まあ、中が硬いから外でフリーになった選手が、まあ、クロス上げるって形になってるんで、それしかできないって感じだね。うん、まあ、パス回しを相手にさせられてるっていうか、ほんと回してるだけ、回してるだけなんよ。何も変わってない状況が、相手のディフェンダー動いてないもん。動いてないね。そう、2つ目はね、采配がね悪い、そして対応が遅い。采配が悪いっていうのは、ブロックを敷いてくると予想される相手にジルーとシエシュのクロスゲーはどうなのかって話ですよね。おかしいね。やっぱりさ、その今回のスタメンだったらそうなるよね。なるね。オドイとかプレシチ、ドリブルで1枚2枚剥がせる選手でブロックを崩していくのが得策だと思うんですよね、やっぱり。で、まあ、後半はオドイとか入って、まあ、それが生きたからスペース生まれてきましたし、まあ、いくつかチャンス生まれてきたんじゃないかなって
感じはしますよね。流れが変わったもんね、だいぶ。いや本当に変わった。だからやっぱオドイはねスタメンで出すべきだったんで、もうそれも含めてね、まあ、次話すんですけど対応が遅いんですよね。レッドカードで相手が退場したのに後半頭からジョルジーを下げないってなんでなんだろうと思って、で65分になって下げる意味あるのかなと思ってて、遅すぎるね。いや本当に20分早く変えてたらもっと変わったんじゃないかなと思うんだよ。そしてさっき2トップが見れてよかったって話したんですけども、ジルーとエイブラハムの2トップにして何がどうなるんっていう、その交代の意図がちょっとわからないんですよね。ランパードのクロスに合わせる人数を増やしてどうするんって話だ。そう思った。ただでかいのを2人入れたよ。いやそう本当にまたクロスするんかみたいな。そうさらにクロスゲインさせるっていう。そう、いやせめてさ、そのハバーツとかリズム作れる選手を1枚増やした方がいいんじゃないかなと思ったんですけどね。そうエイブラハム入れて、まあ、ジルーが下がるまでやっぱり攻撃パターンなかったし、まあ、ジルー下げてオドイ入ってきてからやっぱ良くなったんで、ワンテンポっていうか遅いなって感じはしますね。ワンテンポどころじゃないけどね、ツーテンポ、スリーテンポ、前半分ぐらい、なんつうの、半試合分ぐらい遅いよな。遅いね。うん、とりあえず攻撃の決め事を作ってほしい。ボール奪ったらみたいな、カウンターがめちゃくちゃ遅い。ユナイテッドのカウンターとかもクソ早いし、もう毎回奪ったらすぐカウンターなんだって。チェルシーはねカウンターがねない。本当にセットが言うようにベルナーをバーディーみたいな使い方したのが一番いいと思うんだよな。まあ、決めてくれたらね。そう、まあ確かにそれは。ということで、今回はフラム戦のおさらいをやっていきました。今回の MVP は退場ありがとう。マウントじゃなくて。いやマウントじゃないよ。あそういうことね。もうあの時間帯に一発レッドがでかすぎる。あれなかったらマジで怖かったし。それを言うならアスピリクエタじゃない。そっち。アスピリクエタのおかげよ。アスピリクエタがレッドを誘発したってこと。そう。いや結構フラム良かったのにね、もう一気に試合ぶち壊したからね。ということで今後もチェルシーの試合後のおさらいが見たい方はグッドボタンお願いします。そして。明日はレスター戦の、試合展望やっていきたいと思いますので、気になる方はチャンネル登録お願いします。それではバイ。